ブリーチ、ヒート・ザ・ソウルとは、ソニー・コンピュータ・エンタテインメントが発売した、プレイステーション・ポータブル用対戦型格闘ゲームのシリーズ。週刊少年ジャンプ連載のブリーチを原作とした PSP 発の 3D 対戦型格闘ゲーム。アドホックモードやインフラストラクチャーモードによるワイヤレス対戦にも対応している。同シリーズは当時放映中であった。 テレビアニメに先行して、原作キャラを登場させたり、スタジオピエロスタッフ描き下ろしによる 2D が挿入などが特徴。作品によっては、オープニングムービーが用意されており、テーマ曲もオレンジレンジ、ウーバーワールド、ポルノグラフィティがそれぞれ担当したが、第1作と第6作は既存のアニメテーマが使用されたのに対し、第2作は当時の新曲が新たに起用されていた。 また一作目と六作目のオープニングの作画は、ピエロスタッフの描き下ろしである。戦闘システムは三作目以降にグループバトルを導入、五作目以降はタッグバトルを、そして七作目には四人対戦など様々なシステムを導入している。五作目以降からは、劇場版オリジナルキャラクターの赤根雫や、総行総二郎。六作目以降からは、ダークルキア。 7作目からはアニメオリジナルストーリー残白刀異文編の村正も登場した。6作目以降はプレイステーションストアで購入可能になった。また追加コンテンツもダウンロード可能となった。7作目にはデータインストール機能が搭載されたりオンラインのランキングチャレンジが追加された。開発はエイティングが担当。EX ミッション配信2010年9月13日。 配信開始。大逆 SP ボイス配信。2010年10月18日。配信開始。小島水色、朝野慶吾、黒崎一心、バワバワ、ナレーター、霞王子、ルリチオ、駒村サジに SP 地獄編 SP コンテンツ配信。2010年12月4日。配信開始。この配信からゲームアップデートが行われ、ボリューム1.01になった。 これにより、ゲームを起動してまずはじめに、通常版か、地獄編のどちらかを選ぶ形になり、選んだ後は変更できず、もう一度再起動しなければならない。なお、地獄編では、CPU 対戦、通信対戦が遊べるが、一部機能に制限がかけられた。二作目から導入されたサービス。当初はウェブサイトにアクセスし、オンライン限定の PSP 用の壁紙や、 追加コンテンツをブラウザでダウンロードする形式であった。6作目から追加コンテンツはプレイステーションストアで入手可能になった。7作目はプレイステーションネットワークを使用してランキングチャレンジを行っていた。ありがとうございます。